魔風恋風は、小杉天外の長編小説。1903年2月25日から9月16日まで、読売新聞で連載。当時の男女学生の風俗が描かれた、秘伝物語。本作は流行歌の歌詞にもなり、トレンディ小説として、話題を呼んだとも考えられる。1905年には激化もされており、新聞の再版という異例の現象が起こるなど、 非常に人気があったが、今日では通俗小説として考察される機会に乏しい。1950年代に岩波文庫に収録された。波外れた美貌と最地の持ち主である女学生の萩原初野は自転車事故を起こして全治3週間の怪我を追い入院する。しかし、小福の初野は故郷で家督を継いだ兄と折り合いが悪く、学費として月ごとに決められた。 学以外の援助を一切受けられなかったため、強引に退院してしまう。そこへ、初野の下宿の神から彼女の評判を聞いていた、画学生の殿井京一が援助を申し出、初野は迷った末に借金として金を受け取るが、入院費はすでに何者かによって支払われていた。殿井の申し出に、下心があって、誇りを傷つけられたと感じた初野はお神を通じて、返金するも、 そこへ母を同じくする妹のお波が金を持ち出して出奔してきたのが元で、学費も停止された状態で、姉妹二人生活することを余儀なくされる。初野は義理の姉妹とも認め合う親友の死爵霊場、夏本義恵に相談に赴くが、死爵夫人は、死爵の養子で義恵の言い名付けでもある党と元の中を疑う噂があるのを聞いていた上、初野が、 死者区に挑まれた後の姿を見とがめたため、初野は、吉江と会うことすら、ままならなくなる。初野は、自身が卒業するまでの辛抱として、お波を方向に出し、自身は極限まで切り詰めた生活を送ったことで、活気にかかってしまう。いよいよ困窮した初野は、殿のを頼ろうとするが、東後の写真を見るとホニーし、さらに東後に、殿井との関係を誤解されていると知ると、 その疑いを晴らすべく下宿を引き払い、お波も呼び寄せて家を借り、自炊を始める。一方、東郷は実家で初野との関係を取り沙汰されるとそれを認め、初野にも入院費を支払ったのが自分であることと、彼女への連情を告白する。このため、東郷と吉江は離縁騒ぎとなり、初野は東郷の思いを受け入れつつも、吉江のことを心配していたが、吉江は ディエンに至りそうな状況の死祭を知らないまま、家を逃げ出し、初野を頼る。切迫している義江のことを相談すべく、初野は、東郷の隠れている家を赴むくが、死者夫人と東郷の実の両親が東郷を説有している場面に出くわし、東郷が義江との復縁を懇願するのを立ち聞きしてしまう。東郷たちが自分を全く軽んじているのに行き通った。初野は、東和が今夜中に、 義恵を連れ戻すと受け合ったため、義恵には東湖はかねてより投縮している坊衆に戻ったのだと偽り、義恵を坊衆へと差し向ける。しかし翌朝、初野は義恵からの東湖への思いが果たされねば二度と帰らないという形見として指輪の同封された衣装を受け取る。初野は人力車を走らせまさに乗船しようとする義恵に追いつくと嘘をついていたことをわびるが、 昇進を起こして倒れ、病院に運ばれる。そして、吉江と駆けつけた、東郷の手を握り合わせると、お二人とも何とぞ、と言いかけて、息を引き取った。その後、おなみは、殿井の世話で学校に通い、吉江は、葬式で気絶するも回復し、その年の10月には、東郷と結婚するということであった。ことばん2020年7月17日閲覧、 小杉天外、真冬恋風をめぐるメディア的トッポス。河南女子大学。2020年7月17日へ閲覧。新藤正宏。小杉天外、真冬恋風、通俗性の問題。明治大正流行小説の研究。徳島大学総合科学部。2020年7月17日へ閲覧。とさとおる。真冬恋風公、需要、財源。 テクストについてのノート、福岡女子大学文学部、2020年7月17日閲覧、ありがとうございます。